ブラウザフォン 633S は、シャープによって開発された、NTT ドコモの PHS 部門の PHS 端末製品である。2001年12月3日に、NTT ドコモより発売された。仕様は、当時の携帯電話機能に追いつき、1.9インチの65,536色 GF カラー液晶を採用。着メロは32ワオンに対応した。 また、ドコモの PHS では、初めての折りたたみ端末でもある。PHS 端末で初めて Bluetooth を搭載。日本の携帯電話を含めても、au から発売された C413S に次に例目になる。なお、Bluetooth 機能を外した、ブラウザフォン 642S が2ヶ月後の2002年2月に発売されている。その後、 ドコモからはしばらく Bluetooth 対応音声端末は発売されず、2004年6月に発売された f 9 0 1 t まで開くことになる。そのため、実用的に Bluetooth ダイヤルアップが可能な唯一の端末として長く人気があった。641鈴 SF を引き継ぎ、ブラウザについては、モーペラ接続な他に、一般のインターネットサービスプロバイダに接続する。 ことができる。モペラ経由の場合は1分15円で、一般のプロバイダの場合は、昼間1分10円、夜間90秒10円で接続することができる。ドコモが提供するメニューに関しては、モペラ経由しか接続することができない。メールに関しては、これまでの機種に引き続きパルディオ e メールに対応し、使用最大の1万文字までのメールを送受信することができる。使用上、 着信と同時にメールが送信されないのを補うために、通話終了後に E メールを自動で読み込む機能や、タイマーで時間を決めて、定期的にメールを確認する機能も搭載している。また、POP3 や SMTP 等の外部メールにも対応している。ありがとうございます。